夫ですか？あ、おはよう。今日はバイト午後からなの？そうね、さっき起きたばっかりだから、これから海水浴に行くのもなんだし。鯉に餌をあげたら、バイトの時間までゆっくり読書でもしているわ。バイトまで何をしているつもりだったの？あ、そうだったの？いいわよ。これから鯉に餌をあげに行くところだけど、よかったら一緒に行く？それじゃ、行きましょうか。おはよう。立て込んでるからすぐに着替えてちょうだいね。あ、そうだわ。バイトが終わったらスケジュールの打ち合わせがあるから忘れずにね。今までありがとう。そうね、少し気が早かったかしら。それじゃあバイトが終わったら事務所に残っていてね。夏希ちゃんと打ち合わせよ。お疲れ様。早速だけど打ち合わせを始めても大丈夫かしら？今まではこちらでスケジュールの調整をしていたけど、今回は特に指定しないわ。強いて言えば倉庫整理を多めに担当してもらえると助かるわ。そうそう、24から26までは研修旅行と合わせてお店が3連休よ。そのことを念頭に置いてスケジュールを作成してちょうだい。明日から28日までこの通りにお願いします。問題ないわね。お疲れ様。帰るときはタイムカードを押すのを忘れないでね。お疲れ様。早いわね。もう着替えちゃったの？これから着替えようと思ってたところよ。備品の補充は一通り終わったから。あ、そうだ。よかったらこれから花火大会を見に行かない？時間的に最後の方しか見られないと思うけど。ええ、すぐに着替えちゃうわ。お店の前で待っててね。お待たせ。ごめんなさい。急いで着替えたつもりだけど、待たせちゃったかしら。本当だわ。綺麗ね。ええ、急ぎましょう。
時間なのに人がいっぱい。みんな最後まで見ているつもりらしいわね。そうね、そう考えれば納得がいくわ。それにこの時間でも十分楽しめるってわけね。春彦、また会ったな。分かってるよバーカ。花火を見ながら二人でデートか。優雅だね。おい待てよ、帰るんだったら俺たちも連れてってくれよ。どうせこれから朝まで遊び歩くんだろ。俺たちまだこの辺じゃ顔が利かなくてな。美晴と一緒なら楽しい晩になりそうだぜ。いややめてお願い。今さらいい子ぶるなよ。どうあがいたってお前の過去が消え去ることはないんだよ。そうそう、昔みたいに楽しけりゃそれでいいだろ。どっかの他人に迷惑かけたってよ。うん、威勢がいいな。怖い怖い。おい聞いたか今のセリフ。参ったよ、真顔であんなセリフ言うなんて。青春ってやつなんじゃないの。俺らには無縁の言葉だね。まあ冗談はこれくらいにしておこうぜ。こっちに来いよ美晴、また以前のように楽しくやろうぜ。いやよ。美晴、こっちに来いよ。まあ待てよ、そうカリカリすんな。たくよ。美晴、そう不安げな顔するな。俺たちは23日に東京に戻るよ。そうしたらもうここへ来るつもりはない。お前の過去がこれ以上暴かれる心配はないわけだ。そうだよ、俺らが黙っててやる代わりに一日だけ付き合えって言ってんだ。ちょっとな、小遣いも心細くなってきてるんだよ。わかるだろ。てめえこそ黙ってろ。代わりお店の人たちにはこれ以上。ずいぶん物分かりがいいじゃねえか。最初っから素直に従っていりゃよかったんだよ。そうそう、俺らは何も美晴をいじめようってわけじゃないんだからな。ごめんなさい、先に帰っていて。一日だけの辛抱だから。彼らがいなくなればまたいつものように。あ、おい待てよ。クソ、舐めるのもいい加減しろ。どうしてお店の人に過去を知られたら。
そうね。ごめんなさい。また嫌な思いをさせてしまって。何倍も嬉しい。部屋へ戻りましょう。